ゃる迷子さん、いらっしゃい。なんだか急に寒くなってきて、この時期何着るのみたいな時になりましたよね。この季節の変わり目ってほんと困る。毎年毎年あってこの時期が来るのに、去年何着てたっけみたいな、今年どうすりゃいいの、この年齢だったらね、覚えときゃ何回やってんのよって感じですよね。まあちょっとそれはいいとして、その中で結構困るのが足元。今までだったら、まあ、スニーカーでいいかなっていうところを、こうでもスニーカーだとちょっと軽すぎるしなとか、そこで今日おすすめしたいのがこのブーツ、チャンキーブーツ、もしくはコンバットブーツ、もしくはフラットアンクルブーツっていっぱい言い方があるんですが、このタイプめっちゃおすすめ。普段私たち女性ばかりの会社でワイ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 学生時代みたいな感じでやってるんで、うん、これがいいあれがいいっていろんな情報をシェアするんですけど、その私たちが去年ぐらいからかな、もう絶対これいいって言っても探してまで履いてるのがこの形なんです。今年はもう本当に結構メインにジョ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 ーンっていう感じで盛り上がってきて、探しやすくなったので皆さんに絶対おすすめしたいと思います。まずね、これ何がいいかって歩きやすい。私も今日この格好でこの靴履いてるんですけど、今日ね、実はね、ザラで初めて買って下ろしたてなの。でも全く問題なく OK。 普通さ、なんか下ろしたての日って靴ずれありまくるじゃない。もう私もうバンドエイド貼りまくりながら、もう耐えて耐えて2回ぐらい耐えてどうにか履けるみたいな。でもね、これバッチリ OK。 結局足をしっかり足首から膝のちょこっと下もぐらいまで全部ホールドするっていうのが歩きやすさにつながっていくのかなと思います。でそれに去年に比べて、去年のものも持ってるんですけどね、去年に比べたらより一層皮が柔らかくなったのでいいかな。本当に歩きやすく進化してくれてるなって気がします。だからさ、これって何でもそうだけどさ、最初のうちのものと買うとさ、ちょっとなんかスペックとかがちょっとなんか不具合があったりとかするじゃない。パソコンとかもそうだけどね、これは結構いい感じでこなれてきてるのよ。なので皆さんに絶対おすすめできるっていう感じ。ってことで、この履きやすさ皆さんにしっかりお伝えしていきたいと思います。まずこのブーツ、ちょっと男性的に見えるので大丈夫って心配する人がいると思うんですが、ワンピースにバッチリ合います。ワンピースってやっぱり着るだけでエレガントに見えるので、ちょっと甘くなりがちなんですね。でもこの靴を履くとバッチリ女性らしさとおしゃれさが融合するので、めっちゃ今っぽくなります。これ2つでもう決まり。甘くならないといえばスカートにもバッチリ OK。 ここ数年注目されているプリーツスカートなんかもグッドな相性。プリーツスカート、これまでいろいろ履いてきたんだけどちょっと飽きてきたなっていう方はこのブーツと合わせてみてください。もうまさに今年の令和バージョンになります。それからタイトスカートともバッチリ。タイトスカートってちょっとエレガントになりすぎて女性っぽさが出ちゃうって、お互いがお互いの存在をいい形で融合してくれるのでセンスアップして見えます。パンツももちろん大丈夫。パンツは相性がいいのは裾が広がったタイプのガウチョとかキュロットとか、そんな感じのやつがいいです。このタイプもガウチョタイプはここ数年前から出てるので、それと合わせればバッチリ。ジーンズなんですが、ジーンズはちょっと要注意で、スキニータイプと合わせるとちょっと大人は辛いかなって感じ。これもストレートのタイプ、もしくはちょっと広がったタイプのものと合わせるとうまくいくと思います。ポイントはちょっと裾をロールアップするといいです。こうすると、ね、めっちゃ可愛くなる。私たちもね、これいろいろね研究したんですけど、このパターンが一番いいですね。ということで、このブーツすごい使えるので、ぜひぜひショップで見かけたらちょっと試着してみてください。歩きやすくてびっくりですよ。
ということで、今日も本当にありがとうございました。気に入っていただけましたら高評価、そしてチャンネル登録お待ちしています。皆さんがもっと素敵になりますように。ありがとうございました。